中国の習近平国家主席は、北京市内の住宅地などを訪れて、新型コロナウイルスへの対応を視察し、経済への影響を小さくしなければと危機感をあらわにしました。北京の住宅街を視察した習主席は、最後はウイルスを抑え込めるなどと話し、自信を持つよう呼びかけました。その後、多くの肺炎患者が入院する病院で、 治療状況の説明を受け、確固たる自信と強固な意思で勝利すると強調しました。ただ、一部の企業では従業員を解雇する動きもあり、周主席は大規模なリストラを防がなければならないと危機感を示しました。